えー、それではお時間となりましたので、これより株式会社パトラ PBS ウェビナー、初心者向け特許制度の解説、出願後の対応編を開始いたします。講師は、弁理士法人藤本パートナーズ、特許部、弁理士藤本健介が務めます。えー、なお、講演終了後に質疑応答のお時間を設けておりますので、ご質問のある方は Q&A にご記入ください。それではよろしくお願いいたします。 皆様、本日、本日は PBS ウェビナーにご参加いただきありがとうございます。担当します、弁理士の藤本健介と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、スライドを共有いたします。本日の講演内容は、えー、初心者向け 特許制度の解説、出願後の対応編ということでして、以前、平松が行いました特許制度の解説の続きということで、ですね出願後にどのような対応を行っていくのかというところに焦点を当ててお話しいたします。それでは本日の講演の概要を簡単にご説明いたします。まずですね、えー まあ当たり前の話なんですけども、特許権を取得するためにはですね、出願をしたというだけではダメでして、その出願をしたあとにも適切な対応をする必要があります。でですね、この出願後の手続き全般をまとめて、中間対応であったりだとか、中間手続きというふうに呼んでいきます。えー、まあ略してですね、中間とだけ呼ぶこともあります。本日の講演の中でも、この中間対応や中間手続きといった言葉を使っていきます。 それでですねここは大事なポイントなんですけども、中間対応では手続きをできる時期に制限があります。いつでもどんな手続きでもできるというわけではなくて、基本的には所定の時期にこの手続きをしないと、もうその手続きはできなくなりますよというふうな法律の規定になっていますので、まずは時期,時期というところをしっかりと確認する必要があります。それで,で、すね、まあ、この時期の管理と。 いうのは、まあ、代理人が行いますよとか、えー、開発の方から見たら、知財部の方が行っているから問題ないんじゃないのというふうに考えられる場合もあるかと思うんですけれども、このですね、えー、期限を意識して、いつまでにこういうことを決めないと、こういう手続きをしないといけないというところを意識して、開発であったりだとか、他社の情報収集を行うということが非常に重要になってくるというところが、ですね本日お話しするところから分かっていただけたらいいのかなと思います。 それでは早速ですが、特許出願から権利取得までの流れについてざっとお話しいたします。こちらですね、左から右に向かって流れていくんですが、最初、特許出願をしますと、特許出願をした後、次に出願審査請求という手続きをして、その出願について特許できるかを審査されることになります。審査の中で拒絶理由ですね、特許をできない理由があると判断された場合には、 拒絶理由通知という通知がされ、でえー、その後、えー、通知がされた後、と、えー、出願人側から意見を申し立てたりだとか、出願の内容をちょっと補正するということで、拒絶理由の解消を目指して、でえー、拒絶理由がなくなれば、晴れて権利化されますという流れになります。一方で,です、ねえー、拒絶理由通知がされて、対応したにもかかわらず、拒絶理由が解消しないと、その言われた理由が残ってるよという場合や、 そもそも対応しないという場合には拒絶査定という査定がされそのがについては特許できませんよという流れになりますこの拒絶査定がされた場合にはその後審判という上級の手続きですねに進んでいくことで権利化を目指すということもできますそしてですね特許にできると特許査定や特許審決で特許できるという判断がされた後 所定の手数料を納めると晴れて特許権が発生します。というのが、えー、一連の流れになっています。それですね。今回はこの丸1。丸2。丸3。丸 ④, 4と書かせていただきましたえー、出願から審査請求まで、えー、拒絶流通知から、えー、意見書補正書の提出のところ、そして特許査定時の対応拒絶査定時の対応というところを主にご説明いたします。 最初ですね、出願から出願審査請求までのところなんですけども、まずですね、期限についてお話し,します。出願から出願審査請求までにはですね、大きく3つ期限があると思ってください。1つ目が優先期限。これが1年の期限です。で次が出願公開というイベントが起こる期限。これが1年半です。出願から1年6ヶ月という期限。そして最後。 出願審査請求の期限、これが出願から3年以内という期限になっていて、大きく3段階の期限があるということを意識していただければいいかと思います。そして、ですね、出願から審査まで、出願審査請求をして審査されるまでには、主に4点検討する必要があります。審査が始まるまでの段階でも、複数の手続きをするかどうかということを検討する必要があります。 まず一つ目が外国出願の要否と方法ですね。えー、具体的にどこの外国に、えー、出願しますかと、外国に出願はいりませんかというような判断をする必要があります。そして次にですね、国内優先権出願の要否ですね。えー、このまあ優先権と書いている以上、ちょっと優先されるというようなものなんですけども、えー、そういった出願をする必要があるかというところ。そして三つ目、新出願の要否ですね。 1え一個出願しましたと。で、その出願とは関係なく、別の出願をする必要があるかどうかというところを検討する必要があります。そして最後ですね、出願審査請求の要否と時期ですね。えー、出願審査請求をすると審査が開始されるというふうに申し上げたんですけども、えー、審査を本当にしてもらう必要があるのか、してもらうとしたらいつしてもらうのかというところを検討する必要があります。 え順番にご説明していきます。まずは外国出願のところからですね。えー、特許権というのはですね、各国において独立して存在するというふうに考えられています。これどういうことかといいますと、日本の権利は日本に対してしか使えませんと。日本国内でその特許の製品を売ったり買ったりすることはできないです。作ったりすることはできないですと。一方で、日本の権利があるからといって、 それをアメリカでその権利を主張したり、中国でその権利を主張したりということはできないということになっています。なので、アメリカでも製造してほしくない、アメリカでも販売してほしくないという場合には、アメリカで権利が必要です。中国で欲しいということでしたら、中国でも権利が必要です。時々ですね、えー、国際特許取得と,と。 いうようよな宣伝、まあ、がされていることがあるかと思うんですけれどもあの特許の世界で国際特許全世界でこの特許が全く1つの権利で全世界で引く特許を持ってますということはありえなくてですね1つの発明について各国で複数の権利があって、まあ、それがまとまった結果全世界で、えーまあ、ある程度の国でカバーできている権利になっていますというような形になっているのかなと思われます。 でですね、まあ、具体的に外国出願をしていく場合にどうすればいいのかというところなんですけども、えー、大きく分けて2つのルートがあります。で1つがですね、えー、パリ優先権という優先権を使うルート。もう1つが、えー、そんなの関係なく直接出願をするというルートの大きく2種類があります。でですね、まあ、直接出願するという場合には、基本的には日本の出願がないと。 いう場合の話ですので、今回ですねあの、日本で出願があるという前提でお話を進めていきますので、ここについてのご説明はちょっと割愛いたします。でですね、大黒出願がある場合と、これですね、まあ、多くの場合、日本の出願ですよね。日本の出願がある場合には、その出願の優先権というものを使って、パリルートと呼ばれるルートか、PCT ルートと呼ばれるルートを使って出願していくことになります。 まずですね、パリ優先権とは何なのかというところをご説明します、えー。日本の出願から1年以内という期限がありまして、この1年以内という期限内に、えー、パリ優先権を伴って、外国で出願 B、別の出願をすることができるという規定になっています。でですね、えー、今回日本の出願のこの A、これを第一国出願と呼び、えー、外国の出願ですね、これを第二国出願というふうに呼ぶことになります。 例えばですね、外国で出願した後日本に来るという場合には、大国出願が外国、第二国出願が日本というパターンもあるんですが、今回はですね、この大国出願が日本で、第二国出願が外国だというふうに考えていただいたらいいと思います。でですね、これを主張するとどんな良いことがあるのかということなんですけども、出願 B、外国出願のうち、日本の出願 A に記載された部分というのはですね、 日本ののの願 A の時ににししたものとととて審査がされるということになりますどういうことかといいますと、えー、多くはですね出願をした後に打ったり、公開したり、宣伝したりすると思うんですけども、えー、この出願 A の後にですね販売したり、発明を公開したりした場合というのは、通常は新規性が失われて特許になりませんというふうに考えられるんですけども、この優先権を使うとですね、 出願 A の時に出願したものと見なされるということで、審査の上では、えー、販売したり公開したりする前に出願が進んでいたという扱いをして審査がされていくということになります。そのためですね、出願 A の後、日本出願の後外国出願の前に販売、公開とかですね、他社が別の出願をしたりしている場合でも、その外国出願の審査にそれらの行為が影響を与えませんと。 それらの行為を理由に新規性が否定されるということがないですよということで、外国でも権利化しやすくなっているというのがこの規定になっています。でですね、えーまあ、この出願 A に記載された部分はというふうに書いてるんですけども、日本出願と外国出願の内容が全く同じであれば、この外国出願の全部の内容が日本の出願の時に出願したものとして審査されることになります。 なのでですね、まあ後でちょっと国内出願の時に申し上げますけども、えー、実施形態追加したりだとか、えー、そもそもまあ発明を増やしたり、クレームを増やしたりとか、そういうことをしないのであれば、<laughs> 内容が、えー、出願 A の時に出願したものとして審査されていくことになります。でですね、まあ、翻訳の都合でちょっと変わるというぐらいであれば、実質的内容が変わっていないということであれば、基本的にですね、 あの、出願日は出願 A の時としてみなされていくことになります。でですね、えー、もう一つ、パリルートと PCT ルートがあるというご説明をしました。で、これらについてご説明します。まず、パリルートからですね。パリルートというのはですね、あの、パリ条約という条約ですね、先ほどの優先権もそうなんですが、それを規定している条約の規定を、えー、使って出願していこうという流れになっています。でですね、 このパリルートの場合には、出願する国を決めて、でですね、その国の様式に合わせた書類を用意して、1年以内に出願したい国に出願していくということになります。その国の様式に合わせた書類ということなので、えー、国によって様々なんですが、初めから現地の言葉で出願しないといけない国もあります。なので、1年以内に翻訳が全部完了していないといけないというような国もあります。 一方で,です、ね、まあ、日本もそうなんですが、出願時点では外国語で出願してもいいけども、その後に、えー、各国の言語に対応した翻訳文を要求するという国もあります。パリルートを使う場合には、こういった事前の把握ですね、えー、どこの国に出すとで、その国の制度は困難だから、えー、翻訳文先作らないといけないよね、翻訳文は後でもいいよねというようなところを、えー、検討しておく必要があります。一方で、PCT ルートですね。 PCT ルートというのは、特許協力条約という条約で定められたルートを使って出願していくという流れになります。でこの PCT ルートではですね、PCT ・特許協力条約に加盟している締約国すべてに対して、日本語、まあ、英語とかでもいいんですけど、日本語で一旦出願をして、でですね、日本出願から2年6ヶ月以内に、権利が必要な国に対して、移行という手続きをしていくという流れになります。 どういうことかと言いますと、パリルートの方ではですね、各国にそれぞれ1個ずつ出願をしていくということになるんですが、PCT ルートではですね、締約国全部への出願をまずは束にしてで、その束1個をまず出願しますと。でですね、2年6ヶ月以内に束をばらして、1本ずつ各国に出願していくというような流れを取っていく。なので、まあちょっと便利ですよというのが PCT ルートになっています。 でですね、PCT ルートはですね、パリルートと比較しまして、権利化を目指す国の決定とかですね、翻訳文の用意をこの国内以降、日本出願から2年6ヶ月以内にすればよいということになります。でですね、まあ、あ PCT の加盟国ですね、締約国なんですけども、157カ国ありますので、主要な国に対しては大体カバーされるということになります。 ただですね、えー、日本から出願が多い国、地域でですね、えー、台湾だけは PCT に加盟していませんので、えー、そこはちょっと注意する必要があります。で,ですね、じゃあ PCT ルート、パリルート、どっちがいいんだという話なんですけども、えー、ケースバイケースです。で,ですね、ちょっとまああの指針を決めていただけるように、えー、ちょっと比較を用意してみました。まずですね、パリルートと PCT ルートで、 出願国の決定の時期と、えー、翻訳の時期ですね、時間的な猶予というところで比べますと、パリルートの方はですね、出願国の決定を出願から1年以内にしないといけない、翻訳を、えー、日本出願から1年以内にしないといけないということで、ちょっと期限的には短い。一方ですね、PCT ルートの場合には出、えー、出願国の決定を出願から2年6ヶ月以内、翻訳も2年6ヶ月以内と。 いうことで、期限的には非常に猶予があることになります。一方でですね、費用なんですけども、まあ、これもちょっとケースバイケースの部分はあるんですが、ハリルートの場合でしたら、各国に出願していく費用のみで済みます。まあ、具体的にはですね、えー、多くの場合、日本の代理人と外国の代理人と、外国の超費用ですね。まあ、この3つがかかってくるということになります。 一方で PCT ルートの場合どうなるかといいますと、各国費用プラス PCT 費用がかかってくるということになります。ですので、日本の代理人の費用、それには PCT の費用も各国に出願していく費用も両方必要になってきますよと。で、さらに外国での超費用であったりだとか、代理人費用がかかってきますと。でしかも PCT 出願自体に超費用もかかりますということで、費用的には PCT 出願の方がちょっと高いと。 いうことになりますなのでですね、えー、使い分けとしましては、もう出願する国が決まってますよと、もう出願から半年ぐらいの段階で、この出願はアメリカと中国だけ、外国出せばいいと、決まっている場合には、企業面で有利なパリルートを使っていくというのが良いかと思われます。でですね、えー、外国に出願するということは決めてます。この製品、この技術は非常に重要だから、日本だけでは足らないよと。 だけれども、具体的にどこの国に出すか決まっていないという場合には、ですね、一旦 PCT 出願をしておいて、157カ国に対する束ということで出願しておいて、でですね、2年6ヶ月経った時点で、製品の売れ行きであったりだとか、技術の有用性とか、ですね、実際にどこで生産するのかというのをもう少し見極めてから決めていくというのが良いかと思われます。 でですねまあ、管理の都合上なんですけども、出願国があまりに多いという場合にはです、ね、えー、p c t スカの方が便利になってくるという場合もあります。なので、えー、そういったところで,です、ねえー、管理の面と費用の面からどちらを使っていくのかというのを検討されるのが良いかと思われます。で次ですね、国内優先権です。 これはですね、何かと言いますと、まあ、優先権という名前は共通しているので、大体同じと思っていただいたらいいんですけども、開業発明が出てきた場合に、もともとの出願 A に開業発明を追加して、新たな出願に乗り換えようという制度です。で,ですね、これをする場合には、外国出願と同じですね、日本の出願から1年以内に、この国内優先権というのを伴った新たな出願 B をする必要があります。 でですね、この、えー、先の出願ですね、出願 A を先の出願というふうに呼びまして、出願 B を後の出願というふうに呼びます。で、えー、国内優先権を使った場合なんですけれども、外国出願の場合は外国への出願で、その権利っていうのはそれぞれ別個ですよっていう考えだったので、外国に出願したとしても日本の出願に何か影響があるよということはないんですが、えー、この国内優先権の場合は日本国内の話ですので、 えー、出願 A をした後に出願 B をした場合はですね、この出願 A、国内優先権の先の出願というのは、所定期間経過後に取り下げたものとみなされます、えー。出願 B 乗り換えたんでしょと。だから、元々の出願はいらないんでしょということで、取り下げたものとみなされます。なのでですね、えー、この取り下げたものとみなされるということでですね、えー、先の出願なくなっちゃうというところには注意が必要です。でですね、 あと、効果の部分ですね、メリットは同じです。出願 B のうち、出願 A に記載された部分は、出願 A の時に出願したものとして審査がされていくことになります。一方で、出願 B のうち、出願 A に記載されていない部分というのは、出願 B の時に出願したものとして審査がされます。なのでですね、改良発明を追加したという場合には、その改良発明の部分については、 出願 B の出願日で、もともと書いてあったところについては、出願 A の出願日で審査されていくということになります。ただですね、1つちょっと重要なデメリットがありまして、このですね、出願 A と出願 B の間に放置技術がある場合ですね、まあ、打ったりしている場合もそうなんですけど、そういった場合にはですね、改良発明で生まれてきた部分を出願 B に追加することで、 えー、ちょっと不利益を被ってしまうと。えー、この優先権が効かなくなってしまうという場合があるので、そういうところについては注意が必要です。でですね、もう一つ、改良出願を出てきた場合に、新出願ですね、もう別の出願しちゃえということもできます。改良発明について別途出願 B をする。優先権関係ない出願 B をすることができます。でですね、えー、別途出願 B をする場合には、 すでに出願した A、洗顔との関係に留意する必要があります。これは何かと言いますと、出願 A が出願公開されている場合と、出願から1年6ヶ月経っているという場合には、出願 A の内容が公開されていると。で公開されると何が起こるかというと、その公開された内容に基づいて、新規性や進歩性といった特許要件が判断されていくことになります。ですので、この出願 A が公開されることによって、 出願 B の権利化の障害になる可能性があるというところで留意が必要です。でですね、もう一つ、A に関する製品等を発表していないかと、これも同じですね、製品を発表していると、その発表したことが出願 B の権利化の障害になる可能性があるというところで留意が必要です。一方でですね、この出新出願という場合には、優先権の乗り換えとは異なるので、 えー、国内優先権で海洋発明を追加すると、自死で補充と呼ばれるんですけども、それをする場合と比べて、洗顔をそのまま残すと、出願縁がそのまま残りますというメリットがあります。なので、権利がまあ2つあるという状態を作っていけることになります。でですね、この優先権を使うのか、死出願を作るのかというのはですね、えー、どちらを使うのか、どちらも一長一短なので、慎重に検討していく必要があります。 比較しますとですね、まず国内優先権の方ですね、こちらは、えー、出願 A の中に出願 B で本来書くべきだった内容を盛り込んで、乗り換えて、一つの出願にしますという制度ですで。しかもですね、その改良出願の部分の内容については、えー、優先的な取り扱いがされるわけでもなく、えー、出願 B の出願 B を基準に審査されていくということになります。そしてですね、 えー、国内優先権には、えー、先ほど申し上げた優先権が効かなくなるというデメリットもあるということを考えますと出願 B ですね後の出願を、えー、国内優先権出願としたとしても、えー、追加した部分の出願日は同じであると後の出願 B になっちゃうでしかもデメリットがあるということで国内優先権というのはですね 実務的にはちょっと使いにくい制度になっているというのは間違いありません。なので、改良発明がある場合には、新、えー、出願をして2つの出願をし,としておく方が、えーまあ、使いやすいかなと。管理がしやすいかな。で、デメリットもないので、そちらが良いかなということですね。えー、弊社では新出願をお勧めしています。じゃあ、国内優先権って何も使えないのかと。 いうふうに聞かれると、そういうことではなくてですね、えーと、この出願 A のまま国内優先すると、内容全く同じで国内優先すると、これはですね外国出願の時にご説明しましたように、えー、内容が全く同じですので、全部の部分がもともとの出願 B に出願したものとみなされると。するとですね、存、え、続、ー、期間が実質的に1円伸びるということになります。 なので、まあ、権利期間を伸ばすという目的で国内優先をするというのは一つの選択肢になってきます。もう一つがですね、室外に記載されている内容を補強するということで、ちょっと室外の内容では審査を耐えられないねというような場合には、内容を補強すると、ちょっと語気があるという場合には、それを修正して、新しく出願していくというような使い道もあります。 なんで、このようにですね、海洋出願が出てきたという場合には、1年、優先権の期限ですね、とですね、1年半、出願公開の期限、ここを意識して、用費を検討していくという必要がありますで。次ですね、審査前最後の手続きの出願審査請求という部分ですね。えー、権利化の必要がある場合には、出願審査請求をする必要がありまして、 この出願審査請求をされるまでは、その出願について審査がされないという規定になっています,でです、ね。期限が3年と申し上げたんですが、3年以内に出願審査請求がなければ、その出願は取り下げたものとみなされると。なので、出願が取り下げられるので、もうその出願について権利化することはもはやできませんということになります。ですので、権利化が必要な場合は3年以内に審査請求と、これが絶対必要になります。 で、出願審査請求がされると、その出願審査請求順に審査されていくと。出願の順番ではなくて、審査請求順に前から処理されていくことになります。で、審査の最初の結果の通知まで大体10ヶ月ぐらいかかってくると。えー、審査請求をしてから追加でまあ1年弱待たされるということになります。で、もう一つポイントなんですが、審査が始まってしまうと、その審査をやっぱり止めてください。 一旦待ってくださいということは基本的にできなくなっています。ですので、えー、この審査をする時期というのを、えー、慎重に検討する必要があるということになります。で、時期なんですが、えー、よく言われるのはですね、早く権利化した方がお得なんじゃないですか。じゃあ早く審査請求してください。もうなんなら出願と同時に審査請求してくださいということをおっしゃる、おっしゃられることもあるんですが、あまりお勧めしていません。 で,ですね。どういうことかと言いますと、まあもちろんですね、審査請求が早いと、権利化の時期は早くなって、えー、審査請求が遅いと、権利化の時期は遅くなると。で、これだけ見ると早い方がいいと見えるんですが、実際はケースバイケースです。どちらがいいのかというのはですね、えー、その技術の内容や事業の内容、えー、予想の、えー、実施の内容によっても大きく変わってきます。でですね、えー、ちょっとデメリットばっかりになるんですが、権利化が遅いと、 権利化までの間に模倣品が出ちゃいますと。で、えー、権利化したころにはもう市場が荒らされるという恐れがあるので、まあ、これは良くないと。で、一方ですね、権利化が早すぎるとどうなるかということですが、実製品と乖離した権利になる恐れがあります。早く権利化したはいいものの、その後の開発や市場調査で、これではだめだとで。ちょっと改良しましたと。で、改良した部分、一番欲しかった部分が権利から漏れちゃってますというような恐れが出てくる 実際真似された時には、それには効かない権利になっていると。で、使えない権利ができちゃうという恐れがあるので、早すぎても遅すぎても良くないということです。じゃあ、いつやったらいいんかと。審査請求いつやるんやということなんですが、早期に権利化すべき事情があれば早期に。これはですね、えー、他者が真似してきたとか、そういう場合には早期に権利化しましょう。で、一方で、製品の売れ行きであったりとか、 他者がどういった模倣をしてくるのかというのを見極めたいのであれば、じっくり待つというのが良いと考えられます。で、えー、もう少し具体的に言いますと、市場で受けるポイントですね、技術のここが受けてます、こういった機構が受けてます、こういった効果が生み出されるのがいいんですというのが見える頃合い。他ですね、他者がどういった模倣をしてくるのかというのが見える頃合いであれば、どういった権利があるのが効果的かというのがある程度見えてくるので、 こういった時期に出願審査請求をするのが良いと思われます。で,ですね。この、えー、審査請求の段階で、ちょっと権利内容欲しいところとずれてるねという場合には、えー、補正をしてですね、えー、欲しい権利内容と権利内容を合わせていくというのがおすすめです。で,ですね。まあ、大まかな指針なんですけど、もう出願してすぐに販売するんですと。もう物を作って、で、あと発表して売るだけなんですという場合には、 出願と同時に審査請求をしていくというのも良いと思われます。で、一方で,ですね、えー、技術はできましたと。で、実装して、えー、市場調査してというのはまだまだこれからなんですという場合にはですね、3年じっくり待つというのも良いと思われます。で、えー、もう一つですね、えー、出願審査請求の時期は分かりましたと。でも、審査請求してから10ヶ月待たされるのはちょっと長いという場合もあると思うんですね。 えもう売っちゃってると。もう売ってるから、えー、今すぐにでも権利が欲しい。もう保されそうだから、今すぐにでも権利が欲しいと。そういった場合には、早期審査という制度を使うという手段があります。でですね、この早期審査を使うとですね、審査結果の通知までの期間が10ヶ月から3ヶ月程度と、非常に短くなります。ただですね、何でもかんでも早期審査できるのかと、 言いますと、そういうわけではなくてですね、早期審査をできる条件というのがあります。で、まあ、主な条件は3つですね。えー、どれかに該当すれば良いとなっています。1つが、出願人が中小企業や個人、大学、公的研究機関である場合、こういう場合は早期審査が受けられます。で、他にですね、これに該当しなくても、その技術を実施している場合、販売とかですね、生産とか発表とかしている場合、 あとは外国出願をするんですという場合には、早期審査が受けられることになります。で、他にもですね、まあ、グリーン関連出願、環境に優しいものであるとかですね、まあ、そういった条件もあるんですが、えー、またですね、ちょっとご確認いただくのが良いかと思われます。まあ、主にはこの3つです。で、えー、このですね、審査請求をして、早期審査をしてほしいという場合には、通常の出願審査請求に加えてですね、早期審査に関する事情説明書という書類ですね、 これらに該当しますから、早期審査してくださいというのをお願いする書類を提出していくことになります。でですね、このまあ早期審査をするからといって、特許等に対していくらか費用がかかってくると、超費用がかかるということはないので、まあ、費用的にもです、ねまあ、若干お得な制度にはなっているかなと思います。でですね、ここまで、えー、外国出願の要否を検討しました。開業発明どうするかも検討しました。 で審査請求をしましまたで審査請求がされると、えー、ようやく審査が開始されていくと、その出願について、特許してよいか、特許してはいけないかというのが判断されていくことになります。この審査で何が見られているのかということなんですが、えー、請求項に記載の発明に新規性や進歩性があるかと、記載要件をちゃんと満たしているかというところが判断されていくことになります。 でですね、まあ、あの、審査というのはですね、特許できるかできないかという観点だけですので、例えばですね、えー、その製品について適切な権利であるかとか、えー、製品がちゃんと権利範囲に入っているかとかですね、そういった部分については見てくれないので、そういったところはしっかりと出願人側でコントロールしていく必要があります。でですね、この新規性、進歩性や記載要件といった特許のための要件を満たさない場合、 にはですね、拒絶流通知がされることになります。これが先ほどの表の丸2の部分ですね。で、要件満たしましたと、えー、特許できそうですねという場合には特許査定がされることになります。これが先ほどの丸3の方ですね。で、えー、拒絶流通知をした後に対応した場合でも拒絶流が解消しないという時には拒絶査定がされます。これが4の部分ですね、になってきます。 先ほどの表で見ますと、ここですね、実体審査の後の部分で、えー、丸2と丸3と丸4がありますということになります。で、最初にですね、えー、拒絶流通値が来た場合についてお話します。まず、拒絶流通値って何かなんですけども、これはですね、えー、出願を審査する審査官が拒絶査定しようと思ってますという場合に、えー、される通知です。でですね、 え拒絶査定しようと思ってるんだということは、じゃあもうその出願特許にするの無理なんじゃないのと考えられる場合もあると思うんですが、えー、そういうわけではありません。えー、実際ですね、出願の8割から9割ぐらいの出願に対して拒絶流通知がされると、もうほとんど拒絶流通知がされると思っていただいていいです。で、えー、そういう状況ですので、えー、この拒絶流通知があるから特許にならないというわけではなくて、現状ではだめで。 でえー、これを踏まえて、もうちょっといい内容に変えてくださいねという通知だと思っていただいたらいいです。で、この拒絶流通知には2種類ありまして、最初の拒絶流通知と、最後の拒絶流通知という種類の拒絶流通知があります。で、この最初というのはですね、まあ、最後以外全部そうですという規定になってまして、2回目だから最後だというわけではなくて、最後以外は全部最初です。 じゃあ、この最後って何かということなんですが、これは、補正で生じた拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知ということでですね、1回目の対応で、後で申し上げる補正という手続きをしました。で、その結果、拒絶理由は解消したけども、補正後の部分で新たな拒絶理由がありますという場合には、この最後の拒絶理由がされるということになります。でですね、拒絶理由通知には何が書いているのかということなんですが、 その特許、出願を特許できない理由ということで、私はこうこうこういう理由で拒絶査定しようと思ってますというのが書かれています。具体的なところではですね、こういった文献にこういった技術が開示されてます。なので、新規性がないです、進歩性がないですということが記載されていたりですね、出願中のこういう記載について、意味があまりわからない、明細書に記載されていない語記があります。 なので、記載要件満たしませんというようなことが記載されていたりします。で、もう一つですね、その拒絶理由が最初か最後か、どちらかが記載されています。まあ、最初の場合には何も書いてなくてですね、最後の場合には拒絶理由通知の冒頭にデカデカと最後と記載されてまして、で、拒絶理由通知のです、ね、最後の方にですね、この拒絶理由は補正で生じた拒絶理由のみを通知するものであるから、最後の拒絶理由通知であると。 というようなことが記載されています。で、えー、拒絶理由通知を受けた場合なんですが、出願人側は、意見書の提出、えー、補正、分割出願というですね、主にこの3つの対応ができます。まず、意見書が何かと言いますと、えー、反論ですね、あなたの拒絶理由通知おかしいんちゃいますかということを主張していくことができます。で、補正ですね、これは、 発明をまあ基本的には限定するための手続きでして、拒絶理由は分かりましたと、こういうふうに内容を変えたらどうですか、特許できませんかというような手続きがこの補正になってきます。で、最後、分割出願ですね、これもあとで説明しますが、えー、新しくその出願から子どもの出願を作って、出願を2つに分けますという手続きができます。 でですねまあ、拒絶理由通知を見て内容が不適切だなと、この拒絶理由間違ってる、審査官おかしいと思う場合には、意見書を提出して反論していくことになります。あなたの拒絶理由おかしいですと反論するということになります。一方です、ね、で拒絶理由が適切な場合には、補正をして、補正後の内容で、えー、拒絶特許できませんかということを主張していくことになります。時期的な部分なんですが、 拒絶流通時に対する応答期間は原則60日ですね。大体2ヶ月ぐらいということになってますが、えー、延長請求というのができまして、えー、この60日からさらに2ヶ月延長することができます。で延長の長費用は2100円かかると。時々2100円払う必要があるんですが、まあ、そこまで高額にはなってないです。ただですね、この60日を過ぎた後で、えー、やっぱ延長してください。ちょっと期限過ぎたけどロスタイムもらえませんかと。 いう場合にはですね、5万1千円払う必要がありますので、延長する場合にはなるべくこの60日以内の間にしておくというのがおすすめです。でですね、まあ、拒絶理由通知の中で、主な拒絶理由通知は新規性、進歩性がないという部分になってくるかと思われます。で、えー、これを受けた場合ですね、どういった対応していけばいいのかというところを少し具体的にお話します。まずですね 拒拒絶絶理理由由通知をを受けた場合そののがが適切かかどううというのを確認すする必要がありますで具体的なところではですね、まず一つ、審査官がその出願の内容を適切に考えてくれてますか、認定が適切ですかというところを考える必要があります。で、次、これはレアケースなんですが、その、えー、審査官が言っているインレ例ですね、コーチ技術というのは、本当に出願前にコーチになってたものですかというのを確認する必要があります。 ごくまれにです、ね、コーチ日と出願日が逆になっていて、出願の後にコーチになった文献が陰れになっているという可能性もあるので、ここは一応確認しておくのが良いかと思います。で次、ですね陰いの認定が適切かと、審査官がこんな技術がコーチ文献に書いてますと言ってますが、本当に書いてますかというのを確認する必要があります。 で、ここまでちゃんとしてました。じゃあ最後ですね、進歩性で言われている場合だけなんですが、えー、この陰例とこの陰例を組み合わせて、あなたの出願の発明になりますと言われている場合に、本当に組み合わせられますかというのを確認する必要があります。つまりですね、えー、審査官がやる、えー、出願の、まあえー、審査できるかどうかの審査のステップと同じステップを踏んで、えー、本当に その拒絶理由が正しいかというのを確認するのが良いということです。この審査官の考えを鵜呑みにするのではなく、しっかりと引令を読んで、しっかりと内容を検討するというのが良いと思われます。で、一方でですね、えー、思ってたよりも権利範囲広く見られてるなという場合もあります。権利範囲はまあ文章で特定しますので、自分が考えてるこの製品のこういう機構だと思ってるんだけど、審査官はもうちょっと広く見てるなという場合もあって、それがまあ適切かどうかと。 適切だなと思う場合には、ちょっと文言を修正してやるということも必要になります。で、さらにですね、えー、面接審査というのをする必要もあります。あすることもできます。でこれは私、検討しましたが、審査官が言っていることがどうも理解できません。説明してください。ですねえー、本がの、えー、認定がちょっと違うんだな。だから、えー、実際にものを見て説明したいと。 いうような場合にですね、まあ、面接してくださいということができますで。よくある勘違いで、面接審査したら特許に通りやすいと思われる場合もあるんですが、それはですね、必ずしも正しいわけではなくてですね、面接審査をしたとしても、その、えー、特許にできるかどうかのハードル自体は変わらないです。ですが、実際にこうお話をすることで、ちょっとですね、文章だけでは伝わりにくい部分というのが伝わって、 結果としてですね、いい方向に転ぶということもまあよくあります。なので、ちょっと伝わってないなと、物を見てほしいなという場合には、面接審査を積極的に申し込んでいくというのも良いかなと思われます。で、次、補正ですね。まあ、拒絶理由が適切だな、でも権利化を目指したいなという場合には、補正というのをするんですがえ、補正って何でもかんでも内容を変えられるというわけではなくて、一定の制限があります。え 主な制限がですね、新規事項追加の禁止、シフト補正の禁止、目的外補正の禁止のこの3つです。まず新規事項追加の禁止なんですが、これはですね、出願当初の明細書等に記載していた事項を超えてはいけない、新たな事項を追加してはいけないという制限です。で、2つ目のシフト補正というのは、発明の特徴を書いてはいけないという制限です。 で3つ目の目的外補正の禁止。これは厳しい制限でして、請求項の削除とかですね、限定的減縮と呼ばれる目的の補正しかできません。しかも、この限定的減縮をする場合には、補正後の発明が特許できなければなりません。ということで、非常に厳しい制限になっています。で,ですね、この補正の制限なんですが、 1新規事項追加の禁止はです、ね、どの時期にする補正にも課せられます。審査請求前であっても、審査請求後であっても、拒絶流通知が来た後であっても、どの時期にする場合でもこの新規事項追加の禁止は課せられます。で、丸2これはです、ね、拒絶流通知がされた後に課せられます、えー。拒絶流通知がされるということは1回審査されているということなので、えー、1回審査した後に発明の特徴を変えてくれるなと。 いうことですでさらにですね、えー、目的外補正の禁止、これは最後の拒絶流通知がされた後には課せられます。1回補正をして、それでもダメなら、もう本当に特許できる部分しかダメですよと。しかも、えー、発明の特徴を変えたらダメだし、えー、目的も大きく制限しますよということで、これは非常に厳しい制限がかかってくるということになります。で具体的なところですね、ちょっとご説明しますと。 例えばです、ね、でもともとの請求項にミラ,ー調整、えー、ミラー角度調整手段を含む光操作装置と書いてまして、明細書にはですね、その光操作装置はネジによりミラー角度を調整するというふうに記載されていたとすると、補正が認められる場合というのは、ですね、このミラー角度調整手段というのをネジによりミラー角度を調整するものだとげ、えー、限定する場合。 これはですね、明細書に記載されているネジを使った角度調整というのを追記しているだけですので、新規事項追加でもないですし、基本的には仕事補正にもならないだろうということで認められるかなというラインです。で、一方でですね、ミラーを圧電素子で角度調整するというのはですね、明細書に全く記載されていないということなので、これを追記するというのは認められないだろうというふうな判断がされていくことになります。 じゃあ、補正の制限に違反した場合どうなるのかなんですが、まずですね、新規事項追加の禁止と、私服統制の禁止というのは、もうこれ自体が拒絶理由になるので、これをした場合には、えー、これらを理由に拒絶理由が通知されるということになります。で、さらにですね、新規事項追加の禁止については、権利化後に発覚した場合には、その権利が無効になるというですね、無効理由にもなっているので、えー、注意が必要です。 で次ですね、最後の拒絶流通知をした後にした補正が補正制限、新規事項追加の禁止、シフト補正の禁止、目的外補正の禁止のどれかに違反している場合には、補正自体が却下されるということになります。補正が却下されると、出願が拒絶流を通知された状態ですね、拒絶流がある状態に戻るので、えー、通知された拒絶流が残ってると。なので、拒絶査定がされるということになります。 でですね、この補正却下が適切かどうかと、えー、補正却下が不適切だと思われる場合もあると思うんですが、えー、この補正却下だけを争うということはできなくて、ですね、不適切だと思う場合には、えー、先ほど申し上げました審判ですね、強制査定不服審判の方に、えー、持っていかないといけないということになります。次ですね、えー、分割室外についてご説明します。 えここまでですね、えー、適切、えー、拒絶理由が適切かどうかを判断して、えー、不適切なら意見書出しましょう。適切なら補正しましょう。で、補正する場合には制限がありますという話をしたんですが、えー、別の手段でですね、分割出願というのをすることもできます。これは何かと言いますと、えー、明細書等に記載された発明の一部を取り出して、新たな出願と、この新たな出願を分割出願と呼ぶんですが、これができるという制度です。 で、分割する元の出願を親出願と呼びまして、新たな出願を子出願というふうに呼びます。まあ、親子の関係というふうに考えていただいたらいいかなと思います。でですね、分割出願何がいいのかなんですが、これですね、え、親出願の出願日に、出願時に出願されたものと見なされるというメリットがあります。どういうことかといいますと、親出願の後に販売とか公開とか、 えー、他者が出願や公開やしている場合というのもです、ね、いう場合にですね、えー、そういったもの関係なく、親出願の時点で新規性や進歩性があるのであれば、特許にしていけるということで、非常に有用な制度になっています。でですね、まあ、親子の話をしたんですが、1つの出願から複数の子出願をすることもできますし、 子質願をさらに分割して、孫出質であったり、非孫出質であったりと、まあ、その先もずっと作っていくということもできます。で一方で、ですね、分割質ね、時期に制限があります。えー、分割質願ができる時期は、ですね、まず1つが、質願から拒絶流通値や、えー、特許査定がされるまでの時期。でもう1つが、えー、拒絶流通値の応答期間や、えー、拒絶査定復審判を請求するときと。 この上二つは補正ができる時期ということでですね、えー、補正ができるときには分割できますというふうになっています。で、それ以外の時期ですと、えー、拒絶査定後3ヶ月の時期ですね。これは審判請求をしてもしなくてもできることになります。で、さらに特許査定後30日、特許査定がされた場合にも分割出現ができます。で、こちらはちょっと期限が短いというところで注意が必要なのと、 もう1つですね、特許査定がされた後、えー、料金を払って設定登録がされましたという場合には、もうです、ね、分割出願ができないというところで注意が必要です。でですね、分割出願の活用法なんですが、えー、分割出願はですね、まあ、親出願に記載された事項の範囲内で行わないといけないというところで,です、ね、補正の 新規事項追加の禁止というところと同じ制限が課せられます。一方で、シ部ト補正の禁止や目的外補正の禁止というところの制限はかかってこないというところで、まあ、補正よりも、えー、若干自由度が高く対応できるというようなメリットはあります。でですね、分割出願をする場合には、親出願と別の特徴の出願をすることができます。なので、例えばですね、 えー、審査の経過の中で発明を限定した結果、権利範囲外となる部分が出ましたと、こういった部分について、別の特徴の権利と合わせて、えー、網をかけて、ですね、えー、1個の出願でダメでも、別の出願では権利範囲ないということで、えー、適切な権利もを作っていけないかというような使い方ができます。でさらに、ですね親出願の審査結果を参考にして、別の観点で新たな出願をするということもできます。 おやすでこんな技術が提示されたと。でこういった技術から見てじゃあこういうところも権利化できるんじゃないかなというのを考えていただいてで新たな出願をしていっぱい網をかけていくと1つの製品を複数の権利で効率的に保護していくということができます特にですね重要な製品、えー、他社が模倣して来,、えー、来るであろう製品模倣されている製品というところについてはいろんな権利を持っておいて 他者を牽制したり権利交渉をしてていいくくというのが重要になってくるかと思われます一方で,です、ね、まあ、最初から全部、えー、バラバラに出願している場合と比べると、どうしても権利化が遅れるというデメリットはあるんですが、これ、言い換えますと、出願を長期間温存できると、1個の出願をずっと出願の状態で置いとけるというメリットであるとも考えられます。 これですねあの、先ほど審査請求の時にも申し上げたんですが、出願の状態で置いておけば、まあ、記載されている事項の範囲内ですけど、いろんな権利を作っていけるということで,で、すね、えー、他社の模倣や、えー、自社の実施状況に合わせて、適切な権利を作りやすくなるというメリットがあります。でですね、留意点もありまして、えーまあ、主な留意点がこの拒絶流通費に関する部分なんですが、 個質がんに対して親質がんと同じ拒絶理由が通知される場合には、ですね、これ、最後の拒絶理由通知と同等というふうに扱われまして、厳しい法制制限がかかってくることになります。えー、ですので、えー、個質がん、えー、特に子質がんの出願審査請求までに通知されている拒絶理由が対象になってまして、この拒絶理由が解消していないような分割出願をして審査請求をしてしまった場合には、 ちょっと、いきなり厳しい拒絶流通知がされる場合があるので、注意が必要です。で、じゃあ、親子が逆ならいいのかというと、そういうわけではなくてですね、子質癌が先に審査されている場合には、この親質眼の拒絶流通知に,についてですね、最後の拒絶流通知と同等と扱われる場合もありますので、ちょっと注意が必要です。まあ、一応ですね、この同じ拒絶流通知がっていう判断が、 適切でないというふうに反論することはできるんですが、基本的にはもう分割する時点で拒絶理由は一旦解消されている状態で勝負していくというのが必要になります。で、えー、個室がんを補正する場合の注意点なんですが、えー、親室願の明細書等に記載された事項の範囲内、かつ、個室がんの明細書等に記載された範囲内でしなければなりません。これはですね、補正をした結果、 保出願の明細書等に記載された範囲内を超えてしまうと、補正制限に違反しますし、親出願の明細書等に記載された事項の範囲内を超えてしまいますと、分割要件違反になってしまうというところで,です、ね、この2つの条件を満たす必要があります。なので、分割をするときには、もともとの明細書等の内容をなるべく削らないというのが重要ですし、分割出願をすることを見据えて、親出願に記載した内容もなるべく削らないと。 いで、えー、ここまでですね、補正や分割を駆使して、権、え、利、ー、化を狙ってきました。で、晴れて特許査定されましたという場合には、えー、特許の権利、まあ、化を図れるということになります。審査の結果、拒絶理由が発見されなければ特許査定がされます。 で、特許査定後に登録料を支払うと設定登録と、特許権が登録されることになります。時期なんですが、特許料納付は原則として特許査定後30日以内、だいたい1ヶ月ぐらいです。という非常に短い期間でしなければいけません。で、この30日の期間は請求によりさらに30日延長することができます。仮に登録料納付しなければ、 特許査定になっていたとしても、その出願自体が却下されるという流れになりますので、えー、特許査定されたとしても、権利化できないという場合がありますので、必要でしたら確実に料金を支払うようにしてください。で,ですね、じゃあ、特許になって終わりかといえば、そうではなくて、ここですね、分割出願をしたい場合には、この時期がラストチャンスです。ですので、特許されたと。 いう場合でも、その権利が本当に適切か、別の観点での権利化が必要かどうかというのをですね、最後に点検する。で、必要な場合には分割をするというのが重要になります。で、一つポイントなんですが、まあ、ほとんどの出願は拒絶理由通知がされるんですけども、されないものもあるんですね。で、拒絶理由通知がされないというのはどういうことかと言いますと、もうその部分については拒絶理由がないですと。で、 もうちょっと権利範囲広げた場合に拒絶理由はあるかもしれないしないかもしれないという状態なんですね。ですので、広くして権利化できる可能性もあります。で、ここで広くして勝負するかどうか、ここを判断できるラストチャンスですので、ここはぜひですね、ご検討いただいて、まあ、必要なければいいですし、もうちょっと広い権利がある方がいいんでしたら、分割出願でチャレンジするというのを非常にお勧めします。 一方で、拒絶査定ですね。拒絶理由通知を受けて対応したけども、拒絶理由が残っている場合には拒絶査定がされます。で、拒絶査定がされると、それで終わりかといえば、そうではなくてですね、さらに権利化を目指していくこともできます。で、権利化を目指す場合の対応なんですが、まあ、大きく3つの類型がありまして、1つが拒絶査定副審判を請求すると。分割出願をせずに、審判請求だけして、その出願で権利化を目指していくと。 もう一つがですね、拒絶査定された出願は諦めて、えー、分割出願をして、保出願で、えー、もう一度審査を受けるということもできます。で、これを2つ使うと、えー、拒絶査定副審判もするし、分割出願をする、両方するということもできます。なので、権利化を目指す場合には、これらのどれを使っていくのかというところを検討する必要があります。 でですね、えー、分割出願はいらないという選択をする場合なんですが、拒絶査定後3ヶ月という期間が分割出願のラストチャンスになる場合があります。これ何かと言いますと、この後ですね、えー、審判の結果として特許審決や拒絶審決がされる場合もありますし、えー、前置審査と呼ばれる手続きで特許査定になる場合があるんですが、こういった時点ではもうすでに分割できないということになりまして、 ののの分割新月時の分割割新月といいうのはで,す、ね、できないだから、この拒絶査定後3ヶ月がラストチャンスになる場合があるということです。でたまにです、ね、審判で拒絶流通知がされる場合があるんですが、こういう場合は例外的に分割出願ができることになります。ですが、審判段階での拒絶流通知が100%されるわけではないので、分割出願が必要な場合には、この時点で、拒絶査定の時点でやっておくというのがおすすめです。 でえー、拒絶査定後に分割出願をした場合なんですが、親出願の審判の審決があるまで、個室願の審査を止めることができます。これですね、審査は止められないと申し上げた例外でして、えー、親出願の審判の結果を参考にして、個室願の権利内容を作り上げていくということができるようになっています。で、えー、これをしたい場合なんですが、期限内です、ね、に個室、えー、願の審査請求をする必要があります。 まずです、ね、審査を止めるか止めないかにかかわらず、とりあえずは審査請求をしてください。そうしないと、個室がが取り下げられたものとなって、分割出願の意味がなくなってしまいます。で、審査請求をした後、5回長日以内に上申書を提出して、審査を止めてくださいという申し立てを特許庁に対してする必要があります。で、これをすると、親出願の審判の間は審査を待ってくれると。で え審判が終わってからもう一度並び直して前から順番に処理していって10ヶ月後ぐらいにえ審査の結果が通知されるということになります。でですね、えー、拒絶立て副審判を請求する場合なんですが、えー、拒絶立て副審判の請求と同時に補正をすることができます。この補正にはですね、まあ、最後の拒絶誘通知と同じだけの厳しい制限がかかるんですが、えー、制限の中であれば、 補正をできますで。これですね、審判請求と同時と書かせていただいているのは、法律にこう書いているからでして、審判請求前後に補正をすることは認められないということになります。まあ、あのオンライン手続きでこう若干の前後があると、それぐらいはいいんですが、えー、明日やるとか、えー、日が違うという場合には、ですね、補正が却下されるということになって、補正がなくなってしまうので、もし補正をしたい場合には、 もう一度審判請求をして、それと同時に補正をしないといけないということになってしまうので、えー、この補正をする場合、審判請求と同時というのは意識しておく必要があります。でですね、審判請求時に補正をした場合、その出願は前置審査という審査に付されます。で、ここではですね、基本的には査定をした審査官と同じ審査官が、この補正後の発明で特許できるかを判断することになります。 でわざわざ審判請求したのに同じ審査官に見られるんですかと感じた方もいるかもしれないんですがこの前置審査では特許できる場合には特許査定をするし特許できない場合にはそのまま置いておくということになります。えー、特許できる場合には供述査定を取り消して特許査定がされるとなので審判,請求するより審判が実際にされるよりも早く権利化できます。 一方で、特許できない場合には、全地報告という報告がされて、えー、本格的に審判に移行していくことになります。この全地報告というのは、えー、特許できない理由が書かれた報告書でして、えー、出願人側にもまあ確認することができるようになっています。で、この全地報告にさらに意見がある場合には、上申書を提出して、全、え、地、ー、報告で困難言われてますけども、 えー、それはおかしくて、やっぱり特許されるべきですという反論をしていくこともできます。でですね、全治審査が終わりましたと、全治審査でもやっぱりダメですとなった場合には、えー、拒絶立て副審判の審理に移行します。審理では裁判と同じようにですね、原則3名の審判官の合議体が、その拒絶立てが適切かどうかを判断します。で 拒絶査定が適切であると考える場合には、拒絶賃決をします。それで終わりということですね。で、拒絶査定が不適切な場合、審査官が言っていることがおかしいという場合には、他に拒絶理由があるかどうかを審議されます。で、他に拒絶理由がある場合には、審判で新たに拒絶理由数値がされます。えー、あの審査官が言っている拒絶理由はおかしいですが、 私たちが考えるのは、こういう新しい拒絶理由があるということですので、えー、補正なり、意見の提出なりをしてくださいということです。で、他に拒絶理由通知が、拒絶理由がない場合にはですね、特許申決がされて、で、審判で特許されるということになります。で、留意点なんですが、審判段階の拒絶理由通知、ここでは、えー、応答期間を延長することができません。 なので、60日以内に確実に対応する必要があります。でですね、まあ、補正制限とかは審,判審査段階と同じでして、最後の場合には厳しい。最初の場合には、えー、新規事項追加の禁止と、シフト補正の禁止がかかると。で、この、えー、拒絶流通値の60日の中で分割出願もできるということで,ですね、えーまあ、中身自体は審査とあまり変わらないんですが、応答期間を延長できないと。 ギリギリになったらちょっと焦らないといけないというところは留意しておいてください。で、診決後の対応なんですが、えー、特許新決がされましたと、審判で特許できるという判断がされた場合には、登録料の付することで設定登録がされると、晴れて特許になります。一方で、えー、新決がされた場合、特許にならないという場合には、えー、そこで諦めるか、 え、諦めずに裁判を起こすかと、知財交際に出訴していくかという選択を迫られることになります。まあ、現実ですね、拒絶査定副審判の請求というのは非常に多いんですが、この、えー、知財交際に出走するというところまで行くと、えー、数がぐっと減るということになります。ただですね、数が減るからといって、えー、絶対覆らないのかというとそうではないので、 この心血がおかしいと考える場合には、出走するというのも一つ選択肢として入れておくのが良いかと思います。出走期間なんですが、これは心血から30日以内というふうに定められています。なので、必要な場合にはですね、代理人をつけて、えー、出走していくと、30日以内という、まあ短い期間なんですが、この期間内に出走していくということが必要になります。で、もう一つ留意点。まあ、何度も申し上げていることなんですが、 特許心血拒絶心血の時には分割出願をすることができません。ここには留意が必要です。でですね。ちょっと経路が違う。中間対応についてもご紹介しておきます。まずですね。変更出願ですね。ここまでですね。ちょっと審査の流れに乗って説明してきましたので、えー、ここの話ができなかったんですが、これはですね。あの審査の時期とはあまり関係なくできるという手続きになってまして。 特許出願をですね、実用信案登録出願であったり、衣装出願に変更できると。もうですね、出願の種別を変えちゃうという制度です。で、一つ注意が必要なのが、商標登録出願には変えることができません。ここだけ注意が必要です。で、実用信案登録出願には衣変更にはえ、出願には変更できることになります。で、時期なんですが、 えー、拒絶流通値がどうとかそういった制限はないんですが拒絶査定から3ヶ月を経過した後はできないという制限がかかってますでまあ一応ですね実用新案特許出願に変更する場合にはもともとの特許出願から9年6ヶ月以内という制限はあるんですがまあここまでかかることはまれですのであまり意識しなくても良いかなとただですね遺書を変更する場合まあ実はもうそうなんですが 急接査定から3ヶ月経過した後はできないと。審判請求したような後ではできないというところで留意が必要です。でですね、変更出願がされると、元の特許出願は取り下げたものとみなされます、えー。これですね、出願の種別を変えると、乗り換えていくという手続きですので、元の特許出願はなくなるというところで注意が必要です。特許出願も残したいという場合にはですね、特許出願を分割して、 で、分割後の出願を変更すると、まあ逆でもいいんですが、えー、することで特許出願を残しつつ、実用新案や衣装の出願をすることができます。でですね、この変更出願、メリットなんですが、元の特許出願の時に変更後の実用新案登録出願や衣装出願がされたものとみなされるということでですね、あのー、分割出願と同じですね、えー、後で、えー、出願後に発表とかですね、公開している場合でも、 それが、えー、理由に、衣装出願や実用新案登録出願が、えー、登録されなかったり、無効理由を持ったりというようなことがないというメリットがあります。ただ、ですね、まあ、制限はもちろんありまして、えー、変更出願というのは、ですね元の特許出願の明細書等に記載した事項の範囲内でしなければならないという制限がありまして、まあ、実用新案の場合には、基本的には明細書をそのまま使いましょうと。 衣装出願の場合には、特許出願の図面を使って出願する必要があるというところで注意が必要です。最後にですね、中間対応のまとめなんですが、えー、中間対応ではですね、製品や事業をどのような権利で保護していくのかというのを考えることが重要になります。出願時点で記載した、えー、範囲内であれば、補正ができる、分割ができる、変更ができるということで、 出願時に記載した明細書の範囲をマックスとして、そこのどこで権利化するのか、どれぐらいの網をかけるのかというのを考える、でですね、その事業に役立つ権利を作っていって、事業を適切に保護していくという上でです、ね、やはり中間対応、非常に重要ですので、ここはです、ね、しっかり検討していただくというのが良いかと思われます。 で,ですね権利も構築のために開業出願については新出願をしたりだとか、えー、分割出願を駆使していくでですね複数の観点から権利を取得するということも重要です特に重要な案件に関してはそうなんですが使える権利はもうガンガン活用していただいて、えー、良い権利もを作るもう他者の参入を徹底的に防いでいくというのが良いかと思われますでもう1つですね期限これを溶かした場合にはもう取り返しがつかなくなりますので 期限はしっかり意識していただくとで、その期限があるというところでですね事前に検討していただくと、えー、登録後30日に分割したいっていう場合には、ですねどういった内容で分割するのかというのはあらかじめ準備しておけば、30日でバタバタすることなく、どっしり構えて中間対応できますので、えー、事前対応というのもしていただくのが良いかと思われます。というところですね。 本日の講演は終了させていただきますご質問がある場合には Q&A などに記入いただいたらこの後対応いたしますのでよろしくお願いします。